お願いします。はい、皆さん、こんばんは。今日も45分間、しっかりとね、汗かいて頑張っていきましょう。早速、タオルを持っていきたいと思います。最初の10分ぐらいは、体作りというところで、コンディショニングのところをやっていきます。はい、じゃあ皆さん、立ってください。タオルを持ってもらって、難しい人はタオルの、ね、上の角と下の角でもいいから、少しそうすると伸びるからね。そこを持ちながら、ぐりぐり、前と後ろに、肩ぐりぐりすると思うんだけども、前と後ろ、前と後ろ。ね、肘を曲げずに伸ばしたままできるとよりいいかな。で、しっかりと呼吸もして、ね、ちょっと見えづらいと思うから座るね。こういう形で、肘が曲がらない。あと20秒いきましょう。これができるとね、姿勢がすごい良くなって、姿勢が良くなると重心が前に入りやすくなるので、いい姿勢を心がけるためのトレーニングです。OK です。次はじゃあ、そのまま横に倒します。これも肘曲げないで、ちょっと引っ張ってる。タオルがたるまないようにお願いします。真横ね。はい、今度逆。足少し開いていいので、脇腹。ね。横のところが少し伸びるように。はい、じゃあ今度後ろに少し持っていって、で、横にひねります。横に。横にね、ひねって。そう、これは肘、これも曲げずに、タオルが、たるまないようにして、ゆっくりゆっくり。ゆっくり大きく横に。足は動かないよ。はい、じゃあ次行きます。今度は、クロール。後ろで、クロールの前回しね、肩を前回しにしていきましょう。体はね、なるべく動かないようにして、肩だけ。で、今度後ろ、背泳ぎの。後ろ回しかな、肩を。みんな見てて。いいかな？ちょっとやってみようか。肘がね、伸びないで、胸を張りながらできるといいな。そう。オッケー。ちょっとこれね、結構やってると結構疲れると思うから次行くよ。今度は、横を見てね。耳の後ろ。頭の後ろで、曲げて、伸ばして、曲げて。後ろに。その下に、下に。で、こういう形。後ろから見るとこういう形ね。OK。しっかり伸ばして、曲げて、伸ばして、曲げて。繰り返していきましょう。肩の周りがスッキリすると思うね。これをね、お風呂上がりとかにタロコチいつもやってるんだけど、いい姿勢を保つために。いいよ。あとじゃあ10秒いこうか。曲げて伸ばして。曲げ伸ばしをしっかりと、下まで、上までしっかりとやってください。 OK。 大丈夫かな？はい、じゃあ少し、今度は足のストレッチします。座ってください。座って、足をタオル引っ掛けてね、伸ばす。まあ、寝ちゃってもいいし、座ってもいいんだけど、膝は伸ばさ、あの、曲げないで伸ばしてください。で、柔らかい人はそのままタオル、足の近くを持って、ちょっと硬いなっていう人は遠く持っていいので、まあ、寝ちゃってもいいかな。ね、こういうふうにできるように。で、またちょっとフォームをちょっと確認してもらって。はい、そのまま足を外に開きます。外に。これも持ってね、蓋をしっかりと足肩の包んであげてね。で、今度ちょっとだけ内側ね。
OK。これ座ってみようかな。座って、後ろ手ついてもいいので、右足やってる人は左の手でね、タオル持つといいかな、バランス持つ。右の手で、地面をさ、で支えて、左の手でタオルを持つと。あ、ももの裏、足の裏ね、ももの裏のいろんなとこが伸びるね、ふくらはぎとかね。このまっすぐと外と内側で全然ちょっと、ね、違うとこが伸びるので、これを参考にしてください。はい、じゃあ逆行きまーす。はい。これは寝てもいいです。タオルをしっかり持って、自分のレベルというか今のね、柔らかさに合わせていいので、はい、今度、外に開きます。これね、膝伸ばさないでよ。呼吸も止めないでよ。はい、今度は、内側。座っていいかな。膝伸ばしていきましょう。はい、OK。では少しだけ足を開いて、股関節、内転筋っていうね、内側の筋肉も伸ばします。はい、じゃあ今度はももの裏、ももの内側やったので、ももの外側、立ってね、ちょっとね、壁を触っていいので、支えていいので、この膝が前に行くというより後ろの方にちょっと引っ張れるよ。はい、今度は右手、右足を右手で持っている人は、左手で右足を持ってください。同じ足なんだけど、手は逆。そうすると少しももの外側の方が伸びます。ね。いろんなところ伸ばすね。はい、今度逆行っても、逆、まだまっすぐ伸ばすためにも、同じ足と、手と足は同じね。はい、今度逆の手で持ってください。少し外側。はい、じゃあ、ケース剣、壁を押してください。はい、逆。はい、じゃあちょっとね、難しいかもしれない。足首やりたいんだけど、こういう形。指先をこう丸るように見えるかな。手でやるとね、こういう指先を地面でこう、ね、やるような形で、指を、見えるかな、右指を地面に引っ掛けるような。はい、逆。はい、じゃあちょっと軽くジャンプして、リラックス。はい、腰ひねる。腰ひねる。はい、じゃあ、かかとタッチ、タッチ。あんまどうだったらしないように。はい、じゃあ今度、足を上げて、足を上げて、足を上げて、で、今度、外側に上げて、外側に上げて、これはちょっとね、動いてるストレッチ。OK。じゃあ今度ひねる。少しずつ動きに慣れていけば OK だから。じゃあ今度これシュートの時の、こうね、逆の、足と手は逆。胸を張るぐらい、背中をね、バネを使えるように。OK。じゃあ今度インサイドタッチ、今度アウトサイドタッチ、 OK。 じゃあ一度お水取ってください。